こんにちは、マスローです。昔のポケカを集める旅その12ですね。今回は PCG シリーズになります。PCG シリーズは第7世代のポケモンカードになります。パックは全部で9種類ありますね。この段の特徴は、悪いポケモンの再登場やホロンのポケモンとデルタ種といって不思議なタイプのポケモンカードがいるのが特徴ですね。それでは見ていきたいと思います。わらつぼみ、小宮友勝先生ですね。小宮先生の絵も時代を経るごとにいろんな画風が見られるんですよね。でこの時代の PCG シリーズの時代はまだこう色がこうどぎつい色を使われてはいないですね。わらつぼみってこんな風に寝るんですね。すごい不思議な寝方してますね。これよく落ちないな。これコックン、これ草島はじめ先生ですね。ちょっとアニメ調な綺麗なコックンですね。コックン、これよく見るとこれたくさんいますね。これが一斉にスピアに帰ってこうバッと襲ってくるポケモンのアニメでありましたよ。そういうのがマンキーデルタ種、これ炎タイプのマンキーですね。で炎タイプのマンキーだけど弱点は本人の弱点で超弱点なんですよね。西田敦子先生ですね。ヤドン、これも西田敦子先生ですね。これふわっと系のね、こう優しいイラストが特徴なんですよね。これロケット弾のやつですね。この時代のポケモンカードは説明がないからちょっと物足りないですよね。おお、めちゃくちゃ悪いギャラドスですね。悪いギャラドスですね。これタイプがこれ2種類あるみたいなんですよね。この悪水タイプ、これ中岡先生ですね。これ中岡先生ですけど、こうアナログ調な パソコンで書いてるのかもしれないけど 3D イラストじゃないですね。前のダイヤモンドパールシリーズでジバコールとか書かれてましたよ。いや悪い顔してますね。でも悪い白竜、これ今国智明先生ですね。今国さんですよ。ポケモン言えるからの、これもまた悪い顔してますね。このね、この影の感じがすごくいいですね。この悪いシリーズはこう影を強めで描いてくださいっていうこうなんかオーダーでもあったんですかね。なんかすごいいろんなタイプがありますね、これね。こっちも悪い白竜ですね。三輪恵美先生同じ段ですよね、これね。収録はこれもね、暗い影を落としてちょっと悪さを演出してますね。悪いバンギラス、わあ、これも悪い顔してますね。小泉京子先生ですね。傷をえぐる、悪いですね。技も悪いですね。悪いサナギラス、あ、これも今国智明先生ですね。この悪い顔してますね。こうなんかちょっと熊、目の下に熊を作って、しかもこれ爆裂進化ってなんか進化しやすい感じなんですかね。ね、これも悪いサナギラス、これ三輪恵美先生ですね。これも同じ段に収録されてますね。ロケット段シリーズ、やっぱ斉藤豪樹先生ですね。あ、癒し系ですね。もうこれ、お、ポッポデルタ種、電気を帯びてるポッポですね。珍しいですね。あ、これ有田光弘先生ですね。もう鳥が電気を帯びたらもうすべからくサンダーに見えてしまいますよ。これいいっすね。あ、これ森ゆか先生の粘土シリーズですね。クラフトアートシリーズ、あ、仲間を呼ぶ、よくありますよね、この技。仲間を呼ぶ系のね。辰部、運の高尾先生。おお、滝でスプラッシュスライダーみたいなのしてるんですかね。なんかすごくいいですね。臭い花、デルタ種。これ原田みどり先生ですね。やっぱり繊細なね、このすごい書き込みの細かい絵が特徴なんですよね、原田先生。ラルトス。これ草島はじめ先生ですね。これ一見すると原田先生のような画風に見えるんですけど、草島はじめ先生ですね。草島はじめ先生の画風はかなり幅が広いんですよね。原色系のゼニガメみたいなイラストもあれば、ヘルガーのようなこうイラストもあったりとか、いろんな画風で描かれてる先生ですね。このタイプは初めて見ましたね。むちゃくちゃいいですね、このスケッチ系なね、このめちゃくちゃいいですね、これね。ウリム、これ小宮友和先生ですね。これも悪そうなウリムですね。悪いウリムってかとは書いてないけど、なんかもう付けひっくり返してこのリンゴにこうまっしぐらみたいなね、めちゃくちゃ悪そうなウリムですね。悪いレアコール、コール無表情だけどこんな悪いレアコールいます。もうこの影の感じがいいですね。三輪恵美先生、悪天気ズバッと、が足立幸子先生ですね。足立幸子先生も立体造形家の先生らしいですね。これ紙と粘土を多分組み合わせてるんですね。コダックデルタ種、おお、こんな末期的なカードなかなかないですね。
コダックの黄色にデルタ種で電気タイプになって黄色になってる。真っ黄ですね。草島はじめ先生ですね。あー、この繊細なこの草島先生のこの背景の画風もいいですね。アクラデルタ種、これ草、これも草島はじめ先生ですね。ここになんか後ろになんか機械がありますね。これがなんかホロン関係の何かなんですかね。草タイプ不思議そう。これ西田敦子先生ですね。ふわったくない優しいイラストいいですね。あ、モンスターウォールが、これあのスターター系かもしれないですね。あ、田中美希先生のシンプルイラストですね。ズバッと。ポケモンのデフォルメってね、やっぱ難しいんですよね。シンプルに描かれてるけど、すごく計算されて描かれてるんです。リリーラ、これ西田敦子先生ですね。リリーラの顔はどれだ。あ、リリーラか。ユレードルと間違えたな。これが顔なのかな。これが顔なんですね。こっちのこの下の方が顔だと思ってましたね。あ、ロケット団のニャース。あ、有田光弘先生ですね。あ、有田先生だけど、これ CG 系のイラストですね。珍しいですね。やっぱりあのアナログ系で描かれてる印象が強いんですけどね。最初にあのポケモンカードのイラストレーター抜擢されたのも、この CG 系のイラストも描けるってことでポケカのイラストレーター抜擢されたらしいんですよね。悪いゴルダック、これ中岡先生ですね。悪そうなゴルダックですね。また悪そうなマグカルゴですね。もうこの影の感じがいいですね。中岡先生、ピカチュウ、西田敦子先生ですね。デルタッシュ、やっぱ西田先生のピカチュウ可愛いですね。このふわっと系の優しいイラストで、これも西田敦子先生ですね。タッツー、デルタッシュ、水タイプのポケモンなのに炎タイプなんですね。で、弱点は電気というね、ちょっとよくわからないですね。サンド、これも西田敦子先生ですね。あ、ラルドス、姫野影丸先生ですね。あ、この時代はまだアナログで描かれてますね、姫野先生。これ前紹介した気がするな。背景の描き込みすごいですね。原田先生とか木村先生、木村直江先生みたいな感じですね、これね。あ、草島はじめ先生、アノプス、これはちょっと原色チックでこうはっきりとしたイラストですね。さっきのあのラルトスとまたちょっと雰囲気が違うイラストですね、これね。これ姫野影丸先生ですね。やっぱ姫野先生のイラストはこうやっぱ可愛い系のポケモンがすごい映えますよね。ポニータ、あ、これ杉森健先生ですね。ケムッソ、これ姫野影丸先生ですね。もうなんかトゲを、尻尾のトゲをこうせり出して威嚇してますね。マグマック、これ斎藤幸喜先生ですね。ああ、一瞬西田先生かと思ったけど斎藤幸喜先生ですね。おー、可愛いですね。あー、これ江尾かな子先生ですね。江尾先生のイラストめちゃくちゃ可愛いんですよね。もう今描かれてないんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ、イラストが。ちょっと太線で、まあ、最近で言うと鶴田沙耶先生を彷彿とさせるようなイラストなんですけど、江尾先生は江尾先生でね、ちょっと味のあるいいイラストなんですよね。からから、これも斎藤幸喜先生ですね。公式チックなイラストですよね。アメ玉、有田先生ですね。有田光弘先生、足がこうすごいね、なんかね。アメ玉、キバニア、神谷智和先生ですね。すごいスピード感あふれるキバニアですね。これはなんか前見た気がするな。わらつぼみ、あ、これ原田みどり先生ですね。原田先生はなんか別のわらつぼみも描かれたような気がしますね。これ座ってるのかな。なんか独特な表情してますね。おお、ベトベタ、すごい表情ですね、これ。あ、くすべ先生ですね。くすべや先生、ドアップの表情の、もうだ画面いっぱいベトベターですよ、これ。すごいですね、これ。めちゃくちゃいいな、こういう斬新な構図いいですよね、やっぱりね。ロガース、これ原田みどり先生ですね。おー、このなんか煙がすごくいいですね、やっぱり。原田先生のやっぱ書き込みが素晴らしい。これ有田光弘先生ですね、水頃。むちゃくちゃ可愛いですね、これね。これスタッターですね。この草の描き込みすごいですね、もうこれね。曇りなき眼でこちらを見つめてるんですよ、水頃がね。レアコイル、これ杉森健先生ですね。なんかエフェクトがすごいですね、これね。これドジョッチ、これ田中美希先生ですね。シンプル系のね、いいイラストですね。ピチュー、これ斎藤幸喜先生ですね。デルタシュピチュー、鋼タイプのピチューなんですね。今ロケット弾のソーナス、これロケット弾のってついてる。悪いのとはまた別なのかな。なんか違いますね、なんかね。これあれですね、あのアニメに出てくるやつですね、きっと。これ有田先生ですね、 CG のイラスト。めちゃくちゃ悪い表情の有田先生ですね。小泉京子先生ですね。もう色がね、なんかこうやっぱちょっと暗い感じでね。謎の草、この水色の謎の草ね、もう多分ないよね。西田敦子先生ですね。なんかみずみずしいですね。ちょっと吸い取るってなんか前にもあった気がするな、なんか他のやつで。
ちょっと思い出せないけど、ヒドロンです。あ、これ木村直哉先生ですね。木村直哉先生もこう色鉛筆系のこう繊細なイラストが特徴の先生ですよね。風景画のようなね。これは草タイプだね。リリーラ、これはデルタ種アクタイプのリリーラですね。姫野影丸先生。リリーラは俺今までこのこっちが目だと思ってましたけど、どうやらこっちが目なのかな。ここになんか目らしきものがありますね。説明がこうなんもないからな。これ杉森健先生ですね。コイル、この背景のこの青と赤のこのあれ何なんだろうな。 N 極と S 極のあれを表してるのかな。磁場みたいな。あー、カラカラ、これいいですね。この楠部彩先生のカラカラ。この地図の楠部先生はこうなんか点描を結構取り入れられてる感じ、あのイラストが多いんですよね。すごいこう安らかに眠ってるカラカラですけど。ポチエナ、これ富田あいみ先生。あー、すごいあのシンプル系な、なんかおしゃれなイラストですねこれね。ココドラ田中美希先生、線路食ってるねこれね。これはこれ前紹介した気がする。おー、これ怠けろ、これむちゃくちゃいいですね。運の高尾先生、この怠けろの上に乗ってこう転がろうとしてる、ひっくり返ろうとしてるこの怠けろがまたいいですね。ケツを 無防備に見せてね。で、どんべ、これ小宮智和先生ですね。はい、好きなイラスト5000選ばせていただきました。まず一つ目が楠部彩先生のベトベターですね。これむちゃくちゃ斬新な構図ですよね。こんなドアップにして、これ一面ベトベターなんですよね。背景一つもないんですよ。こういう斬新な構図がね、まあこれでできたっていうね。楠部先生結構斬新な構図で描かれることが あって、まあ、すごい面白いんですよね。しかもすごい繊細なねイラストを描かれるんですよ楠部先生。でこれよく見るとね、なんかこのこうラフなねこの感じでね、シャシャシャって描いてて、これはこれでまたいい味を出してますよね。こういうイラストもありなんですね。で次が、運の高尾先生の怠けろですね。これむちゃくちゃ可愛いですよね。このひっくり返ってる怠けろがね、こう尻出してるのもこれめちゃくちゃ可愛い怠けろですね。ロケットランニアス、これ有田光弘先生なんですよね。有田先生にしては珍しく、あの CG イラストで描かれてるニャースですね。これロケットのニャースって書いてるから、あのアニメのニャースなのかな。山前目が、草島はじめ先生のラルトスですね。これ美しいですよねこれね。風景画のようなねこの繊細なイラスト。草島先生はあのいろんな画風描かれるんですよね。こういう繊細系のイラストはね、今回は初めましてでしたね。いやいいですねこれね。で最後が悪い白竜、これ今国智明先生ですね。今国さんですよ、あのポケモン言えるからの。で今国先生 の最初のイラストはあのポリゴン、キューラのポリゴンの 3D イラストなんですよね。もともと今国先生は CG クリエイターの先生らしいんですよ本業はね。決してあのポケモン言えるからの歌が本業ではないんですよ。で結構味のあるイラストを描かれるんですよね。で今国智明先生ね、悪そうな顔してますね。はい、以上になります。この時代のポケモンカードはやっぱり悪いカードとかデルタ種とか今にないようなポケモンカードが多くて、まあ、面白いですよね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら励みになります。